どうも皆さん、こんにちは。100アイドラゴン、破壊されたら自爆心サークルよ、リュウです。さあ今日はですね、ブラックマジシャンデッキを規制後のあのリミットで組んでまいりました。杖が牢獄にぶち込まれるんですよね。杖強すぎたので、リミット2になるという、まあ、リミットの発表がありまして、詳しくはそのリミットの方の動画を見ていただければなと思うんですが、このマジシャンスロットが2枚になることによってデッキ構築が結構大幅に変わってくるんですよね。リミット2枠も入れられないしみたいな感じで、で、ちょっと新しく組んできたんですけども、やっぱね、いろいろパターンあると思うんですけど、俺遊戯さんで使うブラックマジシャン、遊戯で逆に使わないブラックマジシャンって俺ブラックマジシャンじゃないと思ってるんですよ。遊戯さんで使うブラックマジシャンだからブラックマジシャンデッキであって、他のキャラクターで使うブラックマジシャンデッキを俺ブラックマジシャンデッキとは認めないんで、だから、今日はもう意地でもブラックマジシャンを遊戯さんで使おうと思って、ディスティンドロー使いたかったんで、どうやってじゃあディスティンドローとか、なんか組み込んでいったらいいのかなっていろいろ考えた結果、やっぱこれかなという、まあ、結論に至りまして、クロマジスのカーテン、まあ強いカードではないけど、もちろんけど、やっぱ半分ライフポイント払えるっていう点、そしてブラックマジシャン もちろんロットが少なくなったんで、ブラックマジシャンにアクセスする手段が、少なくなったっていうことで、即座に、カーテンで、あの陣でカーテンを持ってきてカーテンを打てるっていう点で、高校で即座に除外できるっていう点で、相手のカードのをね、高校で、1枚カーテンで除外して、さらにまたナビゲートを伏せてもう1回展開できれば、またもう1枚、3ターン目4ターン目で除外していけるっていうことで、結構ねこれがなんか一番相性いいんじゃないかなみたいな。で、ディスティリでもできるので、このデッキね、なんでティマイオスをピン刺しして、ティマイオス引いてこれるっていう、ディスティリドローで、で、まあ、ドラグオブレッドアイズ系の最強の、まあ、この融合体たちを出していくみたいな感じですね。ほんで、魔法トラップちょっと難しくてね、あのこれちょっと増やしてさ、あのマジシャンオブブラックイリュージョンを増やして、こうフリーチェーンの魔法トラップを多めにして、そこでこうマジシャンオブブラックイリュージョンを出しながらジンの効果も使っていくみたいな構築にしてもいいかなとは思うんで、ここをちょっともう少し増やしてももしかしたらいいかもしれないですけど、そうするとやっぱちょっとフリーチェーンの魔法トラップ欲しくなってくるんで、このカーテンじゃないとかなってくるからちょっと難しいですね。ただ1枚はあった方がやっぱ蘇生できるんで、ブラックマジシャンをだからこれ1枚はやっぱあった方がいいかなっていう感じで、昔はカイク入れてたんですけど、もうなんかあんまりカイクいらねえかなみたいな、なんかあってもそんなになんかメタれるデッキ少なくなってきたかなと思ってるんで、そんななんかカイクめっちゃ強いっていうわけじゃないから、なんかなくてもなんかワンチャンいいかなと思ってカイク入れてません。まあ、必要な環境になればまた入れていけばいいかなみたいな感じで、今はとりあえず抜きました。で、魔法トラップカードは、まあ、魔法トラップカードっていうか魔法トラップカードですね。トラップカードの除去具だ。これね、やっぱね、ウィッチクラフトとかがすげえ増えてきてる感じが、やっぱ多分あると思うんですよ、皆さんも。多分、まあ、これからも流行ってくるでしょうね、あれ。割と。だから、そういうの処せるように、まあ、因果切断とかなんかな、みたいな感じですね。ちょっと手札コスト重いですけど、まあ、ナビゲートすられば一番強いですね。あとはまあ、フレンドリーファイヤー。これね、結構今強いって巷で噂になっていまして、まあ、ウィッチクラフトとかを処せたりとか、21交換できる可能性あるんですよね、このカードって。その相手の装備、なんかカードを装備するよっていう効果にチェンジして、その装備対象を破壊したら相手2枚使ってこっち1枚で破壊してるみたいな、そういう感じじゃないですか。まあ狡猾みたいなイメージで使えたりするんで、うまく使えばね。だから結構フレンドリーファイヤーは相性がいい、相性がいいっていうか、刺さるデッキが多いので、まあちょっと強いって言われてまして、ちょっと入れてみました。割と強いですね、このカードね。やっぱりね、使い方が超むずいけど、早速ですね、まあ、ディスティニードロー型、カーテン型かな、どっちかというとカーテン型ブラックマジシャンのね、実力を見せていきたいと思います。デュエルスタンバイ。さあ、お相手の方、闇マリック選手、よろしくお願いします。デュエルスタンバイ。割とスキル何でもいいんですけど、やっぱり遊戯で使いたいですよね、ブラックマジシャンだったら。結構ブラックマジシャンってほんといろんな人から飛んでくるんですけど、あ、石津、イシュタールとか昔だったらとか、まあ、いろんな人から飛んでくるんですけど、まあ、できればやっぱ闇遊戯、まあ、せめて表遊戯で使いたいですよね。これ思ってるの俺だけなんかな。これガチ勢にこの話すると、いや、バレない方がいいでしょっていう、全然ロマンのない答え返ってくるんですよね。なんか
いや一時で使った方がバレないからいいでしょみたいなのを、まあ、結構平気で言ってくるんで、やっぱこの人のなんかその考えってやっぱ全然ちゃうんやなっていうことを思った記憶がありますが、さパレイドリアで呪眼持ってきて、なるほどなるほどなるほど、あれかセレン装備からの途絶か。まあバウンスちょっとはそこそこあれだけど、まあナビゲートなんでね、ナビゲートなんでそんな戻されてもまじそんなに困ることはないかなと思うんだけど、ゴルゴネオいいだろ、ゴルゴネイオはいいだろ、ゴルゴネイオはいいだろ、あ途絶ない、弱いな、それは弱いな、ただ俺もまあまあ弱いな、まあ途絶ないんだったら別にそんなに困ることないよね。でこれでターン終了していく、嵐で割んなきゃいけないから多分結構相手の反動ちょっと弱そう、呪眼の中ではね、呪眼も結構ね、なんか最初はなんかクソみたいなデッキかなと思ったらめちゃくちゃ強かったっていうね話ありましたよね、めちゃめちゃ強かったっていう。これは、バジリウス効果にフライドファイアをするとなんと 1-2 交換できちゃうっていう、これ最強なんじゃない、これフライドファイアフライドファイアこれ強い、これができるから強いんだよね、これがこれ 1-2 交換ですからね、相手2枚消費してこっち1枚しか使ってありませんので、これができるからこのカード強いんだわ。さあ一応セレンの時間は墓地に送っていく、セレンの時間は墓地から1000ライフを払うと、セットできるよっていう効果ですね。さあ除外してはいはいセットできた、で因果切断していく、切断したことによって相手のバジルスがどっか飛んでいく、フレンド友情を炎上させることによってね、相手との友情を炎上させることによってやっぱり1枚で2枚使えちゃうのが強いんだな、これもゲームエンドか。さあこれは魔導陣を一切使わなくてもフレンドリーファイヤーでゲームエンドをしていく、それが真のブラックマジシャンデッキ、これが俺のキリファンにして最強の勝負、ブラックマジシャン特殊召喚。誰にしよう、イリュージョンですか、まあ ほとんどイリュージョンしかねえけど、でこれで魔法トラップカードも一回無効にできていたので、はい対戦ありがとうございました。さあ覚えてる方は勇気10代選手よろしくお願いします、デュエル3倍。なるほどティマイオス引いちゃってるやつね、ティマイオス引いちゃってる時強いようで弱いんだよな、おチョコマチョンガールオッケーエンチャンオッケー、召喚獣入ってそうだな、召喚獣入ってそうだなそのデッキ、さあお何も引かねえなこれ、なんだコズミックサイクロンでもないか、なるほどじゃあこれは通るな、さてはおいいカードを手札に加えることができるぞ、これでな今まではできなかった最強ムーブをしてやるぜ、こっちだな、いけクロマジスのカーテンを発動、高校でも除外できるんだぜ今のブラックマジシャンは、なんでかってこっちのデッキカーテンが2枚入ってるからな、巨大決戦プラマジの時もやったけど高校でも除外できちゃうのが強いんだぜ、手札1枚からまくれる可能性があるこのデッキは、そして黒の魔導陣の効果を発動、相手のフィールドのモンスターをゲームから除外していく、そこなしか、これはイリュージョンマジックをさせていただこう、イリュージョンマジック発動、フィールドのブラックマジシャンをリリースし、デッキおよび墓地より、デッキおよび墓地よりいいな俺、デッキおよび墓地よりブラックマジシャンを手札に加えていくぜ、そしてカードを1枚セット、さあもう終了だうわちょ召喚獣はちょっと若干きついけども、召喚獣が若干きついぞ、あエンちゃんもこれはあとアレイスターを持ってるかいなかったやつか、アレイスターを持ってるかいなかったやつか、なるほどな、エンちゃんでセットカードを破壊していくが、そのセットカードはマジシャンズナビゲート、マジシャンズナビゲートの効果を発動、手札からブラックマジシャンを特殊召喚し、さらにデッキよりいい感じの魔法を使うモンスターを特殊召喚できるぜ、これでブラックマジシャンを特殊召喚していくぜ、もうこれイリュージョンも出しちゃっていいか、イリュージョンも出しちゃっていいな多分これな、
イリュージョンも出しちゃっていいや、これどっちにしちゃって召喚獣やったら、お、あれあれ十代さん、切断ですか、切断ですか十代くん。そんなことでは私の後継者は務まりませんよ十代くん。切断中大体外国人。さあお相手の方、不動優勢くん、よろしくお願いします。デュエル3倍。なるほど、これはもういきなり、いきなりディスティニードロー圏内まで持ってくる、これありだないきなりディスティニードローするわこれ。やっぱいきなりディスティニードローでもまあロッドなり魔導陣なり引きに行くっていうことがねできますから、一応これでそれはそれで強いんだよ。さあディスティニードロー予約していく、ディスティニードロー予約をして、でお祈りターンエンドします。殺さないでください、殺さないでください。コズミックサイクロンもありますので、まあ、そこそこの妨害はできそうですよ。フォトンケルベロス、やばい、ナビゲート使えない、きつい、ナビゲート使えないのきつい。でもこのカード召喚したら、だからここで俺生きればいいんでしょ、ここで俺は生きればいいんだな。ギラザウルス OK、 ギラザウルス OK、 サイコイールだ、やばい、あれやばいか、あ、あ、やばい、やばいんじゃないかこれは、やばいかこれは。あー、なるほど、ブリューナク、あ、あれあれあれ、あー、なるほど、なるほどねなるほどね、ちょっと待って、ちょっとナビゲート使わせて、ちょっとナビゲート使わせてよ、ナビゲート使わせてよ、ひどいよ、ブラマジガンメタしてくんのにマジでやめろ。